USB が出すので、最近はということで行ってまいりました。また6月にはカリフォルニアの産後の触れ原発の反対運動会で呼ばれまして、皆さんこんばんは。日本共産党の志位和夫です。あさってから国会が始まります。この国会の最大の問題の一つは福島第一原発の放射能汚染水の問題です。安倍首相は国が前面に立って解決すると言いました。しかし実態はそうなっていないじゃありませんか。皆さんここにお集まりの目的は原発ゼロを達成することですね。もちろんだけれど今原発一機も動いてないですよ。なんで集まるんですか。それは再稼働目前だからです。原発事故を受けて、人生だったり行動様式だったり考え方が変わった人がとっても多いと思うんですね。頑張れ。参議院議員というよりも野良犬山本太郎です。よろしくお願いします。いや本当に議員にはなりましたが息苦しいとこですよ。本当に浮いてる浮いてる完全に。でもねエネルギー足りてんねえから原発なんていらんやろって、 TPP なんていらんやろってね、しっかりと汚染を測って子供たちね避難の権利を与えろって、死刑制度についてもっと深く考えろって、労働環境を変えろって、そういうこと言ってるとね逮捕されるような世の中がもうすぐやってくるんですよ。皆さん残念ながらご存知ですよね。ここにいる皆さんは秘密保全法、諦めろ。